どうもこんばんは、エネムです。今回はポッケンデラックス、ついにスイッチで発売されたので早速やっていきたいと思います。ランクマッチさっきから潜ってるんですけど、なかなか勝てないですね。これポッケンはね、初めてやるんですけども、ポッケン Wii U であったポッケンやった人はね、これやってるんですかね。だからダークミュウツーとか手も足も出ないんだけど、ミュウツー、ダークミュウツーあたり全然手も足も出ない。今回は俺の一番ポケモンの中で一番好きなポケモン、ゲンガーを使ってやっていきたいと思います。シャドーボール。シャドーボール。やばい。シャドーパンチ。あれ、シャドーパン、あれ、シャドーパンチを出しか、シャドーパンチ。これですよ。シャドーパンチ。シャドーパンチ。シャドーパンチ。おら、くらえ。あ、やりますね、相手。おら。よーし、いいぞ。おい、おい、つかみ。いや、つかめ、つかめ。よーし、つかんだ。くらえ、共鳴ゲージよこせ。いいですね。樹海にこれ必殺技はメガ樹海なんでしょうか。オッケー、シャーリーパンチ、シャーリーパンチ、シャーリー、うわー、掴まれた。あ、掴まれてなかった、なんか勘違いしやつ。おらら、あー、掴まれた。あー、共鳴ゲージ吸い取られていく。ちょっと、あ、共鳴ゲージ吸い取るのってゲンガだけなんですかね。シャーリーパンチ、シャーリーパンチ、シャーリーパンチ、シャーリーパンチ。よし、とりあえずラウンド一つ取りました。じゃ、ゲンガーのこの肌の質感とかやばくない？これなんか若干産毛みたいなの生えてんのかな。テカってたり産毛みたいなの生えてたりつかさ、あの目がこうボコって出てんのがさ、すごいよね。この目の形もね、変わったりするんですよ、勝つとね。シャーリーボール、シャーリーボール、シャーリーボール。待って、これ敵もしかして捨てゲーか。おいおい、お前捨てゲーか。おい、あ、動いた。時々ね、なんか最初動かなくて近づいていったら動き出す敵いるんです。やばい、レシラム。おい、やめて、ガードしろ。あー、もうガード間に合わないんだよな、これ撃たれる直前。あー、掴まれた。やばいな、やばいな、これメガ進化、ゲンガーのメガ進化。くらえ、当たれ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 。あー、当たんなかった、ガードされたか。くっそ、おらおらシャドーパンチ、おらおら、お前 HP 減ってるぞ。おい、くらえ。エルフン、あ、エルフンはくらえじゃなくて、あれサポートなんで回復ですね。というわけで、勝つことができました。なんかこのゲーム喋りながらでもできるな。俺基本的になんかね、ゲームはどれも喋りながらやるの苦手なんですけどっていう実況者ならぬことを言ってるんですが、じゃあ次の試合行ってみましょう。さあ、樹海の次はリザードンですね。これ相手も あれかな、ポッケンデラックスから始めた初心者の方なのかな。あと1勝でランクアップするらしいですね。 E5 から E4 へ行きましょう。リザードンを倒して、ですね、体験版の通りならリザードンの、共鳴はメガリザードン X のはずなんですけど、これ Y とかはないんですよね。 X はあるけど Y はないって、ちょっと X 優遇されすぎじゃないかな。ジラーチ、ジラーチね、発動する暇なくね、多分ラウンド終わっちゃうんでね。シャドーボール、シャドーパンチ、いいぞ。絶対ね、ゲンガーのシャドーパンチ避けにくいと思うんですよ。あのゲンガー、あー、やべやべ、おら、くらえ。うわー、ちょ、まずい。いやー、リザードン強すぎ。シャドーボール、シャドーパンチ、シャドーパンチ、来るかな。お、シャドーパンチ当たったか。シャドーパンチ、シャドーパンチ。いや、これでもね、ああやってガードされてるとはいえ、ちょっとずつた、あの、あれでね、食らってるんでね、近づいてこないとそのまま食らい続けますよ。うわー、掴まれたか。それはまずいっすね。次メガ進化で一気に持っていきたい。次のラウンド、もしもの時のためにエルフンは連れていくけど、ゲンガーはね、多分遠距離型のポケモンだと思うんですよね。シャドーパンチ、シャドーパンチ、これでシャドーパンチちまちま削りつつ、シャドーボール、シャドーパンチ、シャドーパンチ、これ絶対うざいだろうな。シャドーボール、つかめ、つかめ、よーし、つかんだ。よし、そろそろじゃあメガ進化しますか。メガ進化して一気に持っていきましょう。近づいてメガ進化、
からの下ポケモン技、下ポケモン技、あれ下ポケモン技ってこれモグラ食らえ、よーし当たった。これは持っていけるだろう。さらばリザードン、うわかっこいい。いやこれでねゲンガーを好きになる人がいるんじゃないでしょうか。本当にかっこいいポケモンですねゲンガーは。こうやって古速な技でね勝っていくのが僕は大好きなんで。共鳴ゲージ溜まってないけど、シャドウパンチ、やべ、ゲコ頭、水手裏剣か、なんだゲコ頭の攻撃って何ですかね。あーメガリザ X、 ほらシャドウパンチ、これで共鳴、やばい、ドラゴンダイブ、これ何、うわー最悪食らっちゃったんだが、これって激鱗なのかな、これなんだ、これ火炎放射かな。いやーやられちゃったね、これエルフン溜まるまで待ちたい。おらオッケー、これ絶対うざいだろうな、おらおら、うわー掴まれた。いやーでもエルフン溜まったら俺若干回復できるから、うわーもう最悪なんだが、ちょっと待ってやめてー、ちょお前何、うわー水手裏剣か、ちょまずい、オッケーエルフン。いけーゲンガーお前の力を見せつけろ、おらいけーゲンガー当たれ、よーし当たった、ポッケン楽しい。さらばリザードン、よしこのままガンガン突き上がっていこうぜ。というわけで今回はポケンデラックス、一番好きなポケモンゲンガーを使って2000やってきました。なんかたまたま勝てたんですけどね、2000やったら。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。